現在の東京の雪の状況からまずは見ていきますこの時間帯の皆さんの報告から見ていきますと東京都内ですね大半が雪の報告に変わってきているといった状況ですそして東京の都心方面もみぞれピンク色で表示されたプロットですとか白の雪の報告が増えているという形になっております実際に皆さんからの報告時間帯 定率で見ていきますと、多摩エリアを中心に雪の報告が増えておりますけれども、東京都心も含めたほとんどの報告が雪ないはみぞれという形に変わりつつあるような状況です。これは気温の低下に伴うといったところが大きな影響ということになります。この気温の変化について見ていきますと、 この時間帯、東京都心でも1度台まで下がってきているといった状況です。気温が急速に低下しております。この気温の予測としましては、現時点の気温の低下ペース、ここ1時間でだいたい4度から5度ぐらい下がっているという形ですけれども、おおむね予測通りの気温の低下を見せているという形になります。ですので、現時点では雪の降り方、予測通りに推移しているということが言えるということになります。この後の都心の積雪の予想、 ザーニュースの予測によりますと現時点でこのまま進んだ場合は深夜をピークに大体1 5ンチ前後の積雪,雪が予想される状況です天気アイコンで見ますとどのようなシナリオにおいてもこの後はおおむね雪で経過して深夜にかけて降り続くということになりますがこの雪の量の違いというのは雪の強まり方の変化というところが今後の大きなポイントという形になっていく見通しです 現時点では活発な雪雲が東京都心付近を次々に通過しまして夕方から夜をピークに強い雪が降って積雪が急増するというシナリオになっておりますこの雪雲の広がりが神奈川県や千葉県で止まるか東京都心までかかるかによりましてこういった積雪の差が出てくるということになる見通しです比較的雪雲がかからないケースで考えましても最大では積雪1 0ンチ近くまで達するということが想定されます ほとんどのシナリオで見ていった場合でも東京都心周辺ではまとまった雪道路がしっかりと積雪するような状況が数日想定されますので今後の雪の増え方は警戒が必要ということが言えそうです。最新のの情報、この後は16時頃にお伝えいたします。